築地陽子は日本の歌手、女優。本名は西原里恵。東京府東京市に相当出身。旧芸名は姫路理恵子。かのとも学園高等女学校在学中、戦争のため静岡県灰原郡に疎開。灰原高等女学校を卒業後、東京に戻り、ムーランルージュの歌手になる。1950年、姫恵子の芸名で映画。 恋シカルランで女優デビュー。翌1951年大英に入る。以降、1955年まで映画出演を続けた。その間の1954年、ビクターレコードに入社。翌1955年、金色仮面の芸名で覆面歌手としてジャニーギターでデビュー。同年の映画、東京暴力団を最後に映画界を去り、以降、 歌手活動に専念。歌手としての芸名は、その後、ファンに公募して、築地王子の名前で活躍。1958年12月31日、新宿駒劇場で開催された第9回、NHK 紅白歌合戦に初出場し、青い月夜のランデブーを歌唱した。この第9回紅白の築地の歌のラジオ中継の、音声が現存する。晩年まで、 歌手活動を続けており、2010年10月27日には、一般社団法人日本歌手協会主催の、第37回一般社団法人日本歌手、協会歌謡祭、戦後65年間と共に生きた、日本地球環境保護、宮崎校庭駅被災地支援、チャリティーコンサートに出演。2013年2月17日には、大阪府大阪市内のライブハウスで、 シャンソンをあなたに、築地洋子ライブショーを開催した。2013年12月15日に死去していたことが2020年4月21日、分かった。82歳没。法学、洋学カバーとも、金色仮面名義も含むすべて1955年、元姫路リエコ名義第37回、一般社団法人日本歌詞協会歌謡祭戦後65年。 歌と共に生きた日本日本歌手、協会公式 HP、ハットロイヤルホース公式サイト、築地陽子さん13年に死去していた、歌手、女優で活躍、関係者の連絡で判明、デイリースポーツ2020年4月22日、ありがとうございます。